えー、お二方今日はご来場ありがとうございますまずはあのせっかくですので、えー、お一人ずつご挨拶をいただければと思います、はい、まずは石丸幹事さんからお願いいたします、はいえー、石丸幹事でございますどうぞよろしくお願いいたします <laughs> 日本チャップリン協会の大野博之と申しますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますチ、えー、ャップリン協会というのがあるんだということもね今日は皆様に、えー 知っていただいて会長さんでですすかかららねね会長さん一番チャップリンにお詳しい方といってもいやそうはどうかいろいろなお話が聞けると思いますので、はい、皆様どうぞお楽しみくださいでは、えー、お二方に、えー、これからね少しずつお話を伺ってまいりたいと思いますけれども、えー、まず、えー、お二方には事前にこちらの作品をご覧いただいておりまして、はいえー、このチャップリンの遺体が誘拐されたという実話の事件。 をもとに映画が生まれています。誘拐って言うんですかね。ね誘拐というのたね,ね言葉が正しいんですからね。ね石丸さんこの事件のことをご存知でしたか。知りませんでした。ね。そのお墓から遺体、はい、まあね日本と違って仮想ではなくて、ね、そのままね埋められる文化ですからね持っていくってことが本当にあるんだって逆に驚きましたね。皆さんご存知でしたか。 どれぐらいの方がご存知だったんでしょうかあんまりいらっしゃらないですよね、えー、1970年代後半の事件、ね、びっくりしました本当に、はい、大野さんはもちろんもうこのことを 特にご存知あそうですね、はい、あの実はあの当時、これ1977年の12月25日にチャップリンが亡くなって、はい、その3か月後の話なんですね、本当はじゃあ78年、ね、78年の話で,<ー>で、当時、実はあのヨーロッパで有名人の遺体の身代金誘拐というのは、実は流行ってたんですよ。流行、うん、<の> <laughs> ることがあるんですか、そんなことが。<laughs> あのイタリアとかであの有名な政治家とか、あるいは<わ>あのオペラ歌手の。 あ、そうなんですか。ね、それのまあ一環って言ったら変ですけれども、うんうん、あのその二人の移民のあの労働者が自分たちの工場を作りたいということで、あ<ー>それでこう計画したものだったんですね。民のシロキンでつる作ろうと。そうですねは<ー>す。ブームだったってことですか。<laughs> そうなんです。こう言い換えればそういうことになりますよね。でもチャップリンそのもの。 でもなくチャプリンの出ていた映画でもなくこの事件を映画化すると聞かれた時に小野さんはどういうふうにお感じになりましたか いやあのー、とても面白いプロジェクトだと思いましたというのは実は、きっとチャップリンが見たら喜んだんじゃないかとうん、うん、でなぜなら、うん、チャップリンはすごく気味の悪い話が大好きだったんですよ<ー>であの普通、子供が寝る前にあのこう楽しい話を昔話とかして、うん、あの寝かせるじゃないですかでもチャップリンの娘さんとかから聞いたのはもう寝る前に本当に怖い話とか気持ちの悪い話を <laughs> どんな親ですか、それは <laughs>。<laughs> がりならら寝てたらしい すご小泉やくの階段が大好きであ<ー>あ日本って面白い場所だと思って日本に行きたくなったとっいうようなあそうなんですか怖い話がお好きなので多分、あの面白かったんじゃないかなとと思いいますあそういうことねもし生きてらして,生きてることはないんですけどねあの世で笑ってらっしゃるかもしれないですよね。えー、とはいえ、この映画はそんな恐ろしい映画ではもちろんなくていろいろな要素が詰まった映画ではあるんですけれども特にあのここ。 ここが記憶に残っているここが好きなシーンだったということがあればそれぞれにお聞かせいただけますか僕はね、はい、皆さんまだご覧になってらっしゃらないんですよねこれからです可愛い,いお嬢ちゃんが出てくるんですよそのお嬢ちゃんがやっぱ引き金になっちゃうのかな そうどんなお嬢ちゃんかも見ないと分かんないんですけどもねその子のためだったら墓掘るかと思っちゃうお父さんの気持ちもわからなくはないから <laughs> <ー>だからそこがとっても印象的でしたね魅力ありましたよね魅力ありましたまあその彼女が掘れと言ったんじゃないんですよ決して皆さんそれは違いますよ <laughs> でももう彼女のためだったらしょうがないなって思っちゃうそのお父さんの気持ちそこにも感じましたね、はい、私ははい、大野さんはどうですか やっぱりあのチャップリンのファンとしては随所にこうチャップリン映画のあのシーンを思い浮かべるようなオマージュともいうべきシーンがあったりでもっと深くなんかこう例えばあ,のあんまり言っちゃいけないですけども途中でこのサイレント映画に一瞬なるような演出みたいなそういうのもあってすすごく楽ししみましたそうですねチャップリン好きの人はねもう,うなりっぱなし。 なんですよ、はい、皆さん、ちょっと期待してください、ちょっと <laughs> ちょっとじゃないですよね、しっかり。<laughs> これ、分かってるとよりこれからご覧になる皆さんが、うん、ちょっと知りすぎちゃってもねつまらないかもしれないんですがうん、うん、知ってるとよりあーって楽しめるそのオマージュの何かこう一箇所ずつでももうちょっとでも構わないんですが僕はあのサーカスのシーンなんですねサーーカスのシーンが出てくるんですけどね、はい、あでもこれはオマージュとはちょっと別なんですけどチャップ プリンの息子さんが実は出てらっしゃるんです、ね、<ー>私その方に大野さんを通じてお会いしたんですが、はい、あのその方はあの実際お仕事でもサーカスのお仕事をしてらっしゃるんですねですからもうそのものとして出てらっしゃるそこはあ、この方がそうかなってご覧になってたら気づかれる方はあと思うかもしれませんね大野さんどうでしょうそのオマージュという そのサーカスと言いますと、すね、チャップリンのサーカスは、主人公のチャーリーが馬に追われて、サーカス団に入っていくんですね。はい、さて、じゃあ、今回の映画では、どうやって主人公がサーカスに入っていくだろうかっていうのは。そこが結構、それもオマージュになってるなと。ああ、そうなんですね。もちろん、そのライムライ、<laughs> あれがですよ。はい。で、もちろん、そのライムライトのね、えー、あの。 楽屋のシーンへのオマージュとか、はいうん、もう本当にいろいろありますよね、あ<ー>そして、まあ、ラストのラストのサイズのスクリーンのサイズがどうなるかと僕僕、あそこは本当に美しかったな、ラストですね、ラストのスクリーンのサイズが、あこれは絶対チャップリンへのオマージュだなと思いましたね、はいえー、じゃあ、最後まで気を抜かずに、ね、皆様にはご覧いただいて、ね、あれあの映画のあそこ、この映画のあそこっていうのがね、 どどんんん出てくるんですよねでもやっぱり底辺の人たちが本当に生活に困って、はいうん、でも最低限の悪事をあの働かなきゃいけなくなるっていうのはそれはすごくチャップリン的ででですすすよねねねそそうう、ね、確かに弱者の味方になって思わず見てしまう彼らは悪いことはしたんですけどもついなんか同情心を寄せてねやっぱりこうどんな貧困でもこう生きていくためにはこうやって頑張るんだっていうふうなことを。 なんとなく応援している自分がいるんですよね。うん、チャップリンすいませんと思いますけど。<笑><笑>いろんな見方ができるわけ、楽しみ方があるわけですね。